おいっす、今日はモンハンやっていこうかなと思います。私のこのモンスターハンターライダーズは初めて1週間ぐらいしか経っていないので、いろいろとわからないことが多いので、拙いところがあったらごめんなさい。というわけで、私がなぜね、モンスターハンターライダーズをやろうと思ったのか、それはバルファルクが出てきたから、ガチャをね回していこうかなと思うんですけども、私てっきりねこのバルファルクがガチャで出てくるのかなと思ったんですけど、どうやらそうじゃないらしいですね。なんかイベントをクリアしていってゲートするみたいな流れになってくるようで、そのライダーズの方、人の方ですね、それがガチャで手に入るということで、早速回していきましょう。よし、早速オープニングムービーみたいな、ムービーで出てたあの女性のキャラクター、まあ、とにかく星5が欲しいんですよね。星5が欲しいのと、あとはそのケチャワチャと、なんだっけ、もう一人の卵がもらえると。そんなことも言ってたんですよね。ケチャワチャと、あ、ネルスキラか。のお供の卵も手に入ると、おまけで手に入るらしいので、そこも踏まえて、しっかりとゲットしていきたいところ。まあ、一応80連ぐらい回せれる計算にはなるんかな。星5いないね。あ、これどんどんいけるね。よし、どんどん回します。いや、最近のさ、そのスマホゲームって本当にやってなかったから、そう、優勝と無勝っていうのが分かれてるらしいよね。ついさっき知ったわ。はい、あ、これってスキップ押さない方がいいのかな。なんか押さない方がいいよ、いいような気がしてきた。でさ、それ優勝と無償が分かれてるってことは、やっぱり優勝の方が出やすいのかな。なんかそんな感じがする。次行きましょう。無償でゲットした石はあんまりなんかな、どうなんだろう、確率がよく分からない。あ、確率の表は出てるけど、ああいうのってあんまり信用できないからね。星5来い。え、こんなもんなんかな。あ、星5出たね、今。でも、その、いわゆる、オージョファンに。やった。もう星5、全然ね、今、種類持ってないから、それはそれで嬉しいんですけど、あれでしょ、なんか、イベントで手に入った、その、限定のキャラクターの方が、クエストをやるのにすごい強いよ、みたいな、そういうことじゃない？あ、でもいいね、これ、リオレウスの、アシュかなの、装備だからかっこいいですね。さあどんどん行きましょう。そのイベントの子が欲しい。確率はある程度高いんじゃないかな。さあ来い。違う、ドミニク。お、何これ、星5っぽいぞ。星5だ。あ、来ました、オズマ。これ何の装備だろう。イビル城かな。リンか。はい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 、まあ嬉しいですよ、星5来てくれたのは OK、 嬉しい。でなんだかんだでそのお供もねゲットできてるということで、だとどんぐらい回せれるんだろう。あ、半分来てるね。いや、1体は欲しいよ、1体は。あ、これあれだね、なんかバッグの色でリアリティが多分わかるね。もう黄金だったら星5みたいな感じじゃないかな。はい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 。お、これ星4かな。あ、そういうことやね。来い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 来ないぞ。あ、星4か、これは。おお、なるほど。いや、これがガチャの闇だね。どうなんですかね、やっぱ無償の方が出にくいんかな。かといって優勝、お金を出すところまではまだそのレベルじゃないかな。始めて間もないし、始めて間もないのにいきなり課金しちゃうぜみたいな、そこまで私行かれたやつじゃ。お、なんか肉が出てるよ。あ、なるほど、そういう演出もいいんだ。肉がいっぱい出てるほどいいキャラクターが出るよみたいな、そういう演出もあるってことなんですかね。
まあ、そういう風に煽って結局は何も出ないっていう、なんかパチンコとかスロットとかでよくありそうな、煽って最後外れちゃうみたいなそういうことはないのかな、さすがに。はい、お、来た、この虹色は持ってんだよな。困っていることがあったらこのバネッサに相談しな。いや持ってるんだよなやばいよ。星4、さっきのハンマーのお姉さん結構持ってるから、なんか限界突破みたいなできるんかな。あ、来た、おお。いや、イベントのキャラクターじゃなくない？知らんけど、ちょっと待って、イベントのキャラクター確認しよう。この、マガドさんの装備と、あと下の赤いのはなんかわかんないけど、一番上のお姉さんはこれバルファルクの装備だね。よし、ちょっと頑張って引きましょう。ステップ、これステップ10まで行ったら星5のお供がもらえる。あ、待って、でもステップ7行ったから星5のライダー1人確定だね。まあいいや、とりあえず回せれる。いや待って、ちょっと一回迎えに行くか。多分これのことだね。よし、これをまず引いていきましょう。これでね、まあ、3体とも出てきてくれたらそれで OK なんですよ出てきてくれるかな。何が来るかな。こい、おお、ヒラメかな。星4、あ、星4も出る。どういうこと、星5以上って書いてなかったっけ。なんかよくわかんないね。まあいいや。はい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 、出てこない。よーし、まあ気を取り直してね、なんだかんだで、ね、あの石もなんかたくさんゲットできたんで、まあステップ10までいけるんじゃないでしょうか。さあやっていきましょう。さあ来い、限定の子が来てほしい。さあ星4、うん、持ってる。うん、渋いですね。まあお供はね、順調にゲットはできているんですが、まあ次で最後になるね、これだと。ラストか。数で言ったらやっぱ10連、10連×10が100連とかになったのかな。それで出ないか。お、出ましたね、肉。さあ星5、来た、おお、なんかかっこいい。やったー、この人強いんかな。おお、任せた。もう一体来てほしいもうイベントのキャラクターとかは別にいいんだけど、いやーでもね、やっぱバルファルクはゲットしたいから、それに合うような装備の人が来てほしいなとは思う。来い、こい、ノープノープ、あー、まあそういうことですね。はい、というわけで今回は、コラボガチャやってきたんですけども、結果的にはね、目的のキャラクター出てこなかったということで、まあたくさんね出てきたんですけど、星5のあの人はね出てきたんですけど、目的の人は出てこなかったということで、まあ、この龍天さんっていう、イベントでどうにか、まあバルファルクだけはとりあえず欲しいんで、バルファルクゲットしてまた皆さんにお見せできたらなと思っております。というわけでまた次回ね、あの動画回すことがあればやろうかなと思いますので、よろしくお願いします。というわけで今日の動画でした。バイバーイ。